はいどうもメイキーです。今日もギャングスターベガスやっていきたいと思います。今日はですねマイクの調子が非常に悪いので後取りでお送りいたします。本日はこの間のイベントのねアイテムをもうまとめて全てレビューしちゃいたいと思います。まずはミランダ、前回のイベントのメイン報酬です。レベル10になると能力が追加されますが、金の素材が足りなさすぎてレベル10にはまだできておりません。なんで速度が309キロ、あとで能力は詳細は見ますが、の速いパトカーってだけですかね。今は後ろのデザインが結構かっこいいですよね。ごつい感じが。パトカー系今まで意外と出てないので、そう考えれば新しい感じではありますね。デザインは個人的にはかなり好み。結構爽快な走りはできるので、その点はかなりポイント高いです。そうですね、能力的な部分で言えばレベル10で何が追加されるか考えた時に、透明化もしくはターボ、そのどっちかでしょうかね。それ以外あんま考えられないですよね。多分おそらくどっちかだと思います。今回のイベント何が一番メインだったかって、実はこれじゃなくて、とりあえず能力見ましょうか。魂を持ってるんだ。一応あんまりね分かんないですけどね。で、配達量が23万とそこそこ高い。なんか一回9万に統一されたのかと、しゃっくり思いきやなんかまた戻ってるっていうね。いやーもうレア度別に統一でよかったのに、変に戻さないでほしい。お金ただでさえねゲットできなくなってんだから。で、今回の目玉はこいつですね。ちょっと一回ここでねスーツに着替えようとしちゃったんですよね。ハテナを殺そうと。でもこれでもいけるかということで、今ねこんな感じで取り逃がしてはしまうんですけど、ちょっとね能力はもう少し待ってください。今ハテナ殺そうとこの時めちゃ必死なんで、もう無理ですね。意外といけそうな距離ではあるんですけど、ここで跳ねられた瞬間もう諦めるしかないですね。はい、お疲れ様です。さあそれでは能力を見ていきましょう。こんな感じで衝撃波なんですけど、ビッグミリタリーとかと違って撃った瞬間に衝撃を放つんじゃなくて、着弾した部分を中心としてね、震源地として、爆源地かとして、こんな感じでね衝撃を出すんで、かなり当たったところから広範囲にダメージが広がります。これがねものすごく爽快でめっちゃいいんですよね。例えばこんな感じでやると、こんな感じでね周りに軽い緑のね衝撃を放って、それがこんな感じで連鎖を起こすんですよ。威力が高いこと高いこと、マジでいい。さあこんな感じで喉を枯らしてはいるんですが、とりあえずこんな感じでね、一発一発の威力が高すぎて楽しいんですよ。ただ追尾機能はないので、ヘリとかは相手が止まってない限り狙うのは難しい。止まってる時に試したんですが、2発でヘリは倒すことができました。レベル2です。レベル3になるとかなり威力がね大幅にさらに上がるんで、もしかしたら一発で倒せるかも。当たんないですよね結構。しゃあないですね。こんな感じでね本当に高威力なんですよ。ただねこれは世間が許してくれませんね。最後は自滅。これで見やすいですかね。あんな感じでね緑の丸い衝撃波出てるところ以外にもね、かなり広範囲にダメージは入ってる模様です。でエフェクトよりはだいぶダメージ入ってるかな。強い。そして何よりね、今までにないエフェクトなんでやっぱ楽しいっすよね。今までにないエフェクトを追加してくれるっていうのがね一番楽しい。
結局どれも使い回しかいってなるから、こういう新しいのが出るとね、そんだけでテンションは高くなります。いいですね。そういえば前ですね、ユニバに遊びに行ったんですよ。結構近いんでユニバに遊びに行った時に、目の前で並んでる人がギャングスターベガスやってて、ちょっと親近感湧きましたね。まあ、喋りかけてはないんですけどね。結構団体で来てて、そのうちの一人かな、一人か二人ギャングスターやってました。もし視聴者さんだったらめっちゃ嬉しいですよね。だったら喋りかけりゃよかったな。もしね、あの時ユニバいたよって方がもしいたら教えてください。で、次はこれね、今回のイベントのもう一つの、特攻アイテムかを今探してるんですけど、なかなか見つからなくて、結局ねショットガンなんですけどね、これ見つけるのにねちょっと時間かかるんで、軽くスキップしたいと思いますって言ってると多分見つけちゃいそうな気がするんですよね。ショットガンだっけ、サブマシンガンだっけ、サブマシンガンなわけない、ハンドガンなわけない、じゃあなんだ、ショットガンだ、いや重火器か、いや重火器なわけがないんだよな、だって今回の報酬だもん。じゃあなんだ、ライフルか、ライフルな気がしてきたな。あった、ガンランナー、こいつですね。レベル2、これもレベル3に達するための素材が足りない。これはもう普通のアサルトライフルって感じです。特に何も面白みはない普通のアサルトライフル、特攻アイテムじゃなかったら絶対にゲットしてない。こんな感じですかね。今回っていうかね、最近ね、あのクレドイベントはもうかなりの確率で復刻されるんで、まあ、今回ゲットできんくっても次回またその次みたいな感じでやっていけばいいかなって思います。でちょっとバイクのね、今回の特攻のバイクを手配する前に一回ちょっと動画を切って、もう一回ねバイクを再手配した状態で始めたいと思います。それでは時間スキップです。はい、こんな感じで、これがエッジスライサー、人を即死させる力を持っているバイク。こんな感じで先端についてる刃物が自動で敵を切り殺す。なんでバイクとかね、車とか触れただけでダメージが入るので、警察に見られるとそれでも手配度がつくことがあります。ちなみに人はこんな感じ。これがね結構乗り心地がいいんですよ。操縦もしやすいし、結構バコバコ人を引き裂けるっていうのがね、まあ人引き裂かないですけどね、普通にこのタイプの乗り物がやっぱりかっこいいってのもあって、結構初なんじゃないかな、この円盤タイプのバイク系で、あのむき出し、乗り場がむき出しになってるのって多分結構初だと思うんで、結構デザイン的にはかなり気に入っています。そんなこんなでこんな感じでね、ぴょんぴょん跳ねたりもできるんでめっちゃいいですよ。こんな感じでね、かなりスピードを出してジャンプとかもかなりするんで、うん、まあ爽快感のある乗り物ではありますね。こんな感じでね、普通に走ってるだけなのに攻撃ボタンとか押してないのに手配度がついちゃうことはまあたまにあります。まあ、あるけどね、だから何って話なんで。こんな感じですね。いやー、結構小回りもね意外と効きやすいんですよ、こう見えて。なんでこんな感じで結構楽しく運転することはできますね。そしてデザインがねめちゃかっこいいんですよ。いや本当にね素敵な乗り物でね、
やろうと思ってて結局やってなかったネットなんだっけな、名前が思い出せない、ちょっと待ってくださいね。手配度が下がりやすい系のね車なんだっけな、あれって乗用車だっけ、スポーツカーだっけ、なんだったっけな、少しお待ちを。あーちょっとラグい、バッテリー切れね、了解、ちょっと待って、 OKOK 分かった、ネットなんちゃら、ネットなんちゃらって確か名前だった気がする。とりあえずこんな感じ、人即死させるレベル3です。そう、こうするとね、なかなか値段が見れなくなったっていうのがね、すごい解約システムとして悪いですね。そこら辺もね、だから値段が手配料が分かんなくなったっていうのはね、よろしくない。うん、でそのネットなんちゃらをちょっと探すんで、ちょっと待ってくださいね。ネットなんちゃらだった、名前はネットなんちゃらだった気がするんだよな。前これのさらに1個前の報酬ですね。スポーツカーな気がしなくもない。手配度が高速で下がるってのは覚えてる。あれなさそう。ないな。あれ？船なわけない。戦車系か？あった。これだ。ネットスクラッパーレベル10。弾丸が無限、警察から気づかれにくい高速でウォンテッドを下げる。これをね、次回レビューしたいと思いますので、ぜひまたご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ミッキーでした。バイバイ。ピョン。